ウンプスボートレスベータかなっていうのをやっていこうかな。ごめんね、英語力がないから全然わかんない。あ、てかさ、これ見て、左下見て、ゲーム数65分の56って書いてあるじゃん。あとね、9個しかゲーム入れらんないらしい。で、これまあ消すこともできるんだけど、こうやってやるとね、削除とかできるんだけど、まあちょっと削除ね、したくないんだよね、思い出のあるね、まあ、ゲームばっかりからね。とりあえずこれやっていくわ。で、なんか64の再現みたいな感じだし、バージョン 0.7。 え、すごい、これ見て、パワーってあれだよね、これマリオのさ、体力ゲージだと思うのよ。ある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 、これあれじゃん、64のさ、城入ってさ、右側のさ、ステージやんな。スター1個とかで入れるステージじゃなかったっけ。これ当たると、あ、ダメージ受けるわ。で、黄色になってる。黄色？これ緑？なんか、え？これどうなってる？黄色か緑どっちこれ？なんか色覚障害みたいな現象が起きてる。あ？あ、スターがある。あれ取りに行けばいいのかな？え、すごくない？めっちゃすごくない？このゲーム。いや、マジですごいと思うんだけど、え、これどこでサムネにしよう？ね、どこサムネにしよう？まあいいや、とりあえず、あ、ここサムネにしよう、ここサムネな、ここサムネにします。 OK、 よし、じゃあ行こっか。で、これ赤コイン取ったら体力2つ回復するはずだけど、回復してないね。よし、行こっか。まあ、体力は回復しないみたいな。で、B ジャンプで Y ダッシュかな。いや、 Y で DV、 Y で殴る。 OKOKOK で、あー、で、これあれなのかな、なんかこういうのあったよね、こういうさ、引っこ抜くみたいな。あっ、危な。これ壁キック意外とできるからね、このゲームね。こ、そこがな、あ、なんかもう壁キックっていうもう概念じゃないものを、あー、ドッスンね、すごい。でも再現度高いね、64のドッスン。ちょっとブスなんだよね、ちょっとその辺が再現度高い。なんか今壁キックじゃないことしたよね。まあいいや、とりあえず行って、で、ここね、当たんないんだよ、ここにいても当たんないんだよ。おー、普通に当たるね。てか、むしろドッスン側が食らうっていう。あ、俺の HP もちょっと危うくなってきてるね。じゃあ当たらないようにこれまあ避けてってあれ何なんだろうこれ可愛いね。で、ここの板がね、確かね、ダダダダダダダって、そう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 。いや、これ64やってる人にしか伝わんないやつばっかだけど、いや、これ本当に64知ってる人ならマジで激アツなんだけど、すごくない？一応赤コ、あ、スター取れた。え、こんなところにスターあったっけ？ないよね。で、ここにいて、一応あの赤コイン取ります。で、あそこにも赤コインあんのか。そう、あ、取ってない。あー、ま、じゃあ、ま、落下ダメージじゃないんだね。じゃあ、ま、ここのやつ取って、これ取れない。よし、取って、で、からの、あ、これも一応取っとくか。この下ね。この下取っといて、のど飴噛み砕きいいの。え、ここいける？おお、びっくりした。なんだ、その視点。あ、すごい。なんか、見えちゃいけないところも見えたりする。ちょっと画面寄りそうだね。わ、すごいな。で、この辺大砲あるんだけどね。で、これ壁キックで登って、あ、登れるね。で、スター取って、で、あそこにコインある。まあ、コイン全部取りたいけど、コイン取ったところで、みたいなごめんね、コイン取ったところでスターが出現するとかいうプログラミング組まれてるような気がしない。なんかマップを回るだけの、そんだけのことのような気がする。そんだけのこと。とりあえずじゃあサッカー登りの、え、すごい、これマップ見て回ってるだけで楽しい。あそこさ、あの浮いてるところってフクロウで行くんだよね、確か。フクロウ、うわ、懐かしいんだ。なんか64やりたくなってきた。僕昔ね、64のゲーム実況してたんですけど、まああれですね、失踪しましたね。64のゲーム失踪しました。まあ、なんで失踪したかちょっとよく自分でもよくわかんない。いろいろね、失踪するのにも理由があるんだけど、僕の場合はね、結構なんで失踪したのかっていうのがちょっと理由がわからない。これ一回死んでみるか。うすごい。え、俺死にたくても死ねへんの。え、俺まさかトグロ状態になってる。死にたくても死ねへんの俺。あ、登れた。で、ここのコインも取って、いいね、いいね、いいね。で、こっから上も行けんだけどね、多分ね。行けるかな、ちょっと待ってね。これどうしよう。だいぶ技術が問われるけど、そう、こうやって、あ、行けないか。で、落下ダメージないから、ね、じゃあ行こっか、戻るわ。じゃあここ来て、あそこさ、登れてなんかあったっけ、昔。うわ、64マジやりたい。俺でもね、64より64の DS の方がちょっと好きだったり。するところはやっぱりあるね。え、このゲーム袋いる？袋いなかったらあそこのスター取れなくない？あ、これで取りに行くのか。で、この辺なんかバッタンっていうキャラいるんだよな。うわ、俺やっぱ 64DS やりたいわ。俺ね、64は結構あれ見てる。なんか RTA の人のやつとか結構見てる気がする。なんか、いろんな人。なんか RTA よくやられてるよね。なんかすごい64って RTA 多いイメージある。で、なんかそれよく見てんだけど、なんか結構、俺は下手くそだからさ、こういう 3D ゲーム。あれだけど、マジで爽快だよね、見てると。まあ、ぜひ。気になる人いたら見てください。もうなんか言うことなくて宣伝しちゃったわ。別に宣伝したくもなかったけど宣伝しちゃったわ。で、これ赤コイン全部取ったんじゃない、これで8枚ぐらい取ったよね。
そう、64の世界はね、8枚なんだよね、赤コインは基本。で、ここ行きの、で、これ最後のスターかな。はい。取りましたよ、全部。取りました。もしもーし。いや、でもこれすごいね、こんな作れるんだね。いや、すごい、なんか俺もさ、それ作ってみたくなったわ、なんかいろんなゲームをさ。わかる？これ落下ダメージないからいいやな。なんか俺も作ってみたい。え、なんか謎の壁。謎の壁ある。何これ？なんか謎の反発がある。見て。ほら、何これ、謎の反発、何これ。こっち側から行くといける。あ、なんか、あ、やだ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 。え、なんかすごい浮いてる。え、いや、久々に心躍ったね。ちなみに今朝10時7分で、で俺今から寝ようとしてたのに動画撮り始めたから、今どちらかといったら深夜テンションなの。だからすごい心躍ってるね。なんか心躍るみたいな、なんかあれなかったっけ、歌なかったっけ、なんかニコニコ動画で流行ってそうな感じのやつ、なんか悪口じゃないけどニコニコ動画で流行ってる感じのやつあるよね。クイズマグロ、クイ、え、クイズマグロ、マグロかマグロじゃないから答えればいいの、そういうミルクボーイ的な感じ。ほなマグロとちゃ、マグロじゃない、は、これマグロなの、あ、そういうことか、ちょっとやり直す。 OK、 マグロかマグロじゃないかを答えるのね。で、これはマグロでしょ、これはマグロでしょ、で、これで次フグでしょ、これ、これはほなマグロとちゃうからでしょ、これマグロとちゃうからでしょ。でもおかんが言うにはこれはマグロらしいね。でもこれマグロ、うわ危ない、今なんか下からなんか出てきたよね。何これ、は、何、え、何これ、マグロじゃないって何もないんだけど、怖い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 、何、あ、マグロマグロ、お、そういうことか、面白いな。え、え、ウィーパーティーにあったよねこういうの。え、は、マグロじゃない、うわー、よかった、うん、完全に、うん、え、あれが何かっていうの。え、あれちょっとさ、分かりやすいようにさ、待ってあげるか。これは俺も分かってたんだけど、みんなからしたら画質が多分低くて分かりづらいと思うから、ちょっとね、わざとあれやってあげた。やった、4マグロかな。Y ボタンでリトル、すごい、マグロクイズめっちゃ楽しかったね。これなんかあれだね、反射神経にいいね。これ俺あれするわ、これから毎日一生さ、あと何年生きるか分かんないけど70年ぐらいやり続けて、俺認知症対策にするわこれやって。とりあえずどうしよう、特にやるやるゲームどうしよう。これ64のゲームがさ、どんぐらい時間かかってるか分かんない。なんか毎回ね、10分から20分ぐらいの動画したいから、どうしよう、これやるわ。コロコロオリンゴか、か、カバか、うん、カバハーバーのコイン、ジャイロヒス、ちょっと鼻水垂れてきて、どうしよう。お、すごっ、ジョイコンを傾けて、あー、そういう感じね。で、これもやって、A ボタンジャンプとかないんだ。 A ボタンジャンプはないね。待って、ジョイコンを傾けて、あの説明見よう一旦。200枚コインを、20枚コインを集めろ。なるほどね、結構大掛かりなゲームになりそうじゃない。これさ、あ、振ってジャンプだ、分かった分かった。だから、すごい、なんか64みたいな世界観になってない、これすごくない。64のこういうところあったよね、あったよね、いや、あったよね、ダウンタウンシティみたいなとこあったよね。カバさん、カバちゃんおって、カバちゃんおって、これとりあえず取りつつ、いや、これ絶対画面用意する人いるって。で、これコインを取るっていうか、これコインを砕いていけばいいのかな。なんか、なんか当たった、シャボン玉に当たった、シャボン玉消えたみたいな歌あるよね、そこしか知らんけど。え、こういうの64にあるよね、いや、エモいエモいエモい、今日64すぎるな、今日マジで64すぎるな。で、これ水だから多分ポーンやったらすごい跳ねるんじゃない。プール行きたくなってきたわ。で、俺プール行きたい。いや、誰か僕と一緒にプール行きませんか。なんかプールって楽しくないですか、普通に。プール。これさ、ちょっと待って、画面用意っていう以前の問題でさ、これまずさ、陸に上がりたいんだけど、まあ、あの辺取ってっか、一旦あの辺取ってって。ちょっとさ、陸に上がり、いやー、ちょっと待って、頭つっかえるな。一旦あれ取ろう、落ち着いて一旦あれ取って。結構、これあれだね、浮力が高いね、ここ。あの水中のくせに、水中のくせになかなか浮力が高いような気がする。海ってみんな怖いからね。あのプールはまあ怖いの、コロナぐらいじゃん。で、海ってマジで怖くない、沈んだらおしまいだよ、だってあれ怖くない、沈んだらだってやばいんよ、やばいんよマジで沈んだらやばいんだよねえ。なんかそういう系で言って、こうなんかローラとかフワちゃんみたいなさ、そういう語彙力ない感じと見せかけて実はあるみたいな、そういう感じ一番なんかよくない。なんか小島よしおがさ、実は英語ペラペラみたいな感じでさ、バカなことやってるやつが実は頭いいって結構あれじゃない、なんか人気出ません、若林とかオードリーみたいな感じで。オードリーって頭良かったんだっけ、忘れたけど。ちょ、フグ邪魔くさいね。とりあえずあの、じゃあなんかさ、進んでる方向となんかちゃうんよな、なんか動いてる方向がちゃうよな。あー、いける、お、いいね、おー、バウンディングにもで取っていきので、からの今何枚集めたっけ。僕ちょっと頭悪いんでちょっと覚えてないですよね、そういうの。
とりあえずどこ行けばいいんだ俺。まず陸に上がらせてほしいの。久しぶりに陸の空気吸いたい感じはあるけど、でこっち行きつつ、はいはい、でこれバウンドがすごいね。でポーンやって、でここにあったよね。よし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 。でこれ取りつつ、今何枚ぐらいなんだろう。これテロップ出しとこうかなと思ったけど、めんどくさいんで出さないんで、おのおの数えてほしいんだけど、どうしよう。あそこに3枚ガッポガッポ稼げるね。オッケーオッケー、稼いでいきましょう。でこれやりつつ、いやこれさ、ジャンプの加減がマジでむずい。でこれ取りつつ、とと取らして取らして、うわマジで64やりたくなってきた。これあるよね、こういうところ。ヒューシティじゃねえわ、ダウンタウンシティ。そろそろポケモンも生放送やりたいなと思いつつ、とりあえずどうしよう。なんか僕ポケモンでね、1個めっちゃいい BGM のやつ見つけたんだよね。なんかなんだっけ、なんかねポケモンのあれ、あのダイヤモンドパールの BGM でなんか聞いててめっちゃいいの見つけたから、今度話すわ。なんかね本当に良かった。でどこ行くんだろう。でだからさ、さっきからあの宝箱の中にコインとかあるんだけど、あれコインか、なんだあれ、コインじゃないか。あと6枚だ、そういうことだ。あと6枚ってことだ。ちょっと待って、バックトゥーザフューチャーしないで、なんか向き変えらんない、これ。あと6枚ってことじゃないこれ。だからつまり、まず陸に上がろう。そうだね、まず陸に上がりつつ、でこのさ、この中にコインない、あれあれ違う。なんかさ、ここのあの目の前にあるさ、でっかいさ格子、鉄格子の中になんかない、あれ何なんだろう。水中ジャンプをご存知、床をバウンドしたすぐジャンプ高く飛べるよ。それ先に言ってや、全然知らんかったんやけど、そんなん言われても。あそこにある、あそこにある、あれどうやって飛んだ。あ、分かった分かった分かった、ここからこんな感じでバウンドしていくんじゃない、そういうことじゃない。この辺からさ、こうこういう感じでしょ、こういう感じでしょ。あ、今行けそうだった。やっと上がってこれ、うーわマジかよ。やっと上がって怒れたのにマジで時間かかるこれ。しかもさ、なんか操作感が、まあ、ちょっとよう分からんのよな。でこれ取れないから、一回陸に上がってから下に落ちつつ取ろうかなっていう、あ下ネタじゃないよ、落ちつつっていう、そういう下ネタじゃないからね、全然面白くないしね。でこれさ、全然上がれない、上がり方も分かんないし、なんかガチャガチャやってればなんかいけるみたいな。でしかもこのガチャガチャ音あるじゃん、これ何かっていうと、なんか L と R がボタンがなんか陥没しててガバガバになってて、それのガチャガチャって音ね、これかすかに聞こえるガチャガチャガチャみたいなやつね。これだから完全にコントローラー不良が起きてます。よし、やっと上がってこれた、マジでもう慎重に行こう。でこのコンテナ関係ない、当たって砕けろってやつ、そういうオチはないかな。でこれさ、ちょっとさ、これさ聞いて聞いて聞いて、これさ、あ待って、これよく見たらリンゴちゃん顔になってない、見て、なんかリンゴちゃんみたいな芸人さんいてるね、リンゴちゃん顔になってるわ。でこれさ、指定変更ができないのがマジでちょっとやりにくい。で一回落ち着こう、高いとこから攻めていこう。いやこれじゃあ先取る、せっかく陸上がったけど、いやこれ最後でいいや、多分これ最後でいい、ああいうの先取っていこう。でもそしたら、あ待って、え、あれカバディの上じゃん、カバディの上ってことは後でいいや、あっち取りに行くか、あそこ先取りに行こう、せっかく陸来たことやしね。で一番最悪なのが、ちょっと待って、かゆいかゆい、なんか今かゆかった、なんかすごいさ、あのなんか指の中がかゆい現象わかる。なんか指の外側じゃなくて指をかいてももう治んない現象、たまに足に来るやつね、それがなった今。ちょっと待って、こいつ厄介すぎるな。あ待って、なんかここにスイッチあるよ、これ何、これ押してみよっか。はいはい、これなんだろう、これ64意識してんのかな。はい、何何、ガガガガガガガ言ってますけど、あ落ちないで、何、あ、あ今なんかあそこの青いやつ動いてた、あーなるほどね。で何っていう、あそこの上にもしかしたら何かあんのかな、行ってみる価値あります、あるかもしれんから、行ってみるか。でこれ行って、いやジャンプできないから意味ないわ。でここ取って、でそしたら、いや結局さっきのスイッチ何だったんだろうね、まあいいや、じゃとりあえずこっち行って、でも結構上手くなってるからね。でここの装置なんだ、この装置とかいろいろ気になるけど、あーこれ最初のルール説明か、よしよしよし。そしたら、うわっ、そしたらあそこ穴落ちて、うーわー危ない、セーフセーフセーフ、あそこの穴落ちて、あれしよう、これコイン取れるか、いける、いくよ、ほっ、うーわっ最悪、これやった日にはもう本当にちんまりする。もうなんか閉じ込められたし、もう、あ何あれ、株がある、大きな株がある、これなんだ、あ何、もう閉じ込められた、もうなんか今おかしいと思った、今なんかここ入っちゃいけない隙間みたいな入らなかった今。
もう、しかもなんかさ、さっきさ、宝箱の前見たんだけどさ、ちょっとあの写真やっとくけど、あと5枚って書いてあったのよ。もうあれから3枚ぐらい撮ったっけ、撮ってないっけ、忘れたけどさ、もうちょっと5枚はもう無理よ。終わっていいっすか？もうこんなんされたらさ、しかも今の10分間ぐらいもうやり直しでしょ、こんなさ、意味わかんないとこ来ちゃったら。いや、マジですごいと思うけど、このゲームね。いや、マジですごい、すごいと思うけど、ちょっと、あれだね、僕 3D 向いてないんで、単純にね。これちょっと潰されてみるか、どうせやったら。これ潰されてみよう、最後プチュッと。あ、やめよう。結構いろいろやったね。うわ、懐かしい。これニンテンドックスとかやったね。やったやったやった。うわ、やったやった。ニセオマリオカート8デラックスやった。結構動画伸びたやつね。やったやった。これやってないな、ノードオアタの大冒険。意外とやってないやつ多いんだね。うわ、これもやったわ、ヒモマグロ伝説。うわ、夏。もう2、3週間前、1ヶ月ぐらい近く前になっちゃうね。懐かしい。ガチマグロ。なんか、あ、これね、今のところ暫定一番好き、ブランコと釣りは。これは、ジムのトレーナーさんと薬中のね、2人の恋の物語なんだけど、結構ね、これ泣ける話。これマジで普通に俺涙なし見られなかったもん。俺の動画自分で編集しててマジで枕濡らしたから、本当にね、ぜひ皆さんブランコと釣りはどの動画か忘れたけど、もう全部あさってとにかく見てほしいわ。うわ、懐かしいな。うわ、やったやったやった。うわ、やった。シューティングサムネでエロいやつで釣ったやつね。うわ、懐かしいな。もう最終回間近になっちゃったね。ゲーム数65になったらやめるかどうか分かんないけど。いやー、以上、ご視聴ありがとうございました。いやー、いいね。